はい、それでは長くなりましたが、えー、といよいよですね、ドパニーストの先生方、ご紹介させてあげたいと思います。えー、まず、お一人目が、えー、増田祐介先生、えー、増田メンタルクリニックの、えー、院長でいらっしゃいます。えーと ですね、あの現場でのご診療だけではなくてです、ね、特に SNS、YouTube でもあの大変ご活躍されていらっしゃいます、特にです、ねえー、と YouTube ではあの分かりやすい、かつ深い解説で、えー、と精神科医、YouTuber の中でも圧倒的な存在感を築いていらっしゃいますあの。本日はたくさんお話を伺えることを楽しみにしております。パネリスト2人目、えー、瀬戸裕二さん東京都自閉症協会会のの理事で、えー、親父の会代表 今日は親の視点でたくさんお話しいただければなと思っております。パネリストのえ、3人目の先生井上治先生です。え、三国出版日能研が発行する中学受験雑誌進学レーダーの編集長でいらっしゃいますえ、30年ほどですね。あの中学受験、私立中高一貫大学を含めたあの情報の。 取材の最前線でいいらっしゃいます今日はです、ね、あの発達障害の特性のある子どもだけではなくて、すべての子どもに役に立つ学校選び、塾選びのお話をあのたくさんしていただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしますまず、精神科ってどういうものがあるのかっていうとです、ね、大学病院とか総合病院と呼ばれるものがあるんですね。で、えー、次に精神科病院で、次に大きなクリニック。 えー、ドクターが何人もいるようなところですね。大体はですね、なんとか法人とかついたりします。で、えー、次に個人のクリニック、あとチェーン展開しているクリニックっていうのがあります。で、あのー、同じ精神科のように見えてですね、結構違うんですよ。で、大学病院とかであれば、あのー、ドクターはたくさんいるんですけれども、基本的には外来やる先生っていうのは若手の先生が多いんですね。 初心を受けたりするのも若手の先生が多いです。若手っていうのは何年目かっていうと、6年目以下だったりします。だから、あのなんかね、せっかく行ったのにっていう時もあったりしますね。で、えー、っと講師以上の方とか、スタッフレベルの方も外来持ってたりするんですけれど、まあえー、1週間に1回とか、1週間のうち半分しかやらない、午前か午後だけしかやらないとか、教授はそれぐらいしかしないとか、そういうのもあの全然珍しくないですね。 あとチェーンのクリニックっていうのが今流行ってるやつで、大きな資本が入って、え計画的にクリニックを、えー、大きく、えー、建てたりしてるというところです。で、ここはですねもう本当にこう、えー、マニュアルがすごい整っているので、良くも悪くも主治医機能の俗人性が低いんですね。 だからあの個人的な相談とかがなかなかしにくくて、あなたはこの病気だからこれねって薬出されて終わっちゃうとか、あなたはこの病気だからここ行って相談してねみたいな形になっちゃうので、まああの何て言うのかな、えー、細かいケアとは言わないですけど、えー、話がしにくいところもあるかもしれないなと思います。であと、よく聞かれるのがです、ね、相性の問題でしょって言ったりするんですけれども。 この言葉は僕はあんまり好きじゃないんですよね。相性っていうよりは実力の問題の方が多いなと僕は聞いてると思うんです。だから究極的に言ったら相性なんですけれども、そ,そこに到達する前の段階のことが多すぎるんですね。だからあの、そもそもカウンセラーとか医師にその実力があるのかとか、え子供たちを見ていく実力があるのかあの、マネジメントしていく実力があるのか、あの優先順位をつけることができているのか。 周辺知識ですね、えー、福祉とか、えー、社会のこととか学校教育のこととかの周辺知識、その地域の知識がちゃんとあるのか、そしてドクター自身にちゃんと社会常識があるのかということが結構重要であの、案外ですね、普通のドクターっていないんですよ。<laughs> だから、いるんですけど、まあ、僕の感じと6割、7割ぐらいしかいないっていうイメージがあって、あの心理師さんもそうですね。なんかやはり、あのー かけてる時もあったりするので、それを相性と言葉でごまかさずに、やはりあの、えー、実力のあるところを探してもらえるのがいいんじゃないかなと思います。で、高校ですね、高校もちょっと細かすぎるので、この URL を、えー、貼っておきますので、見ていただければと思いますけれども。 やはり、えー、勉強したいことに対して、まあ、内容から選ぶ、すごく種類は増えます、高校になると、はい、中学と比べてです、ね、相当増えますので、まずは内容をどう、えー、選ぶか、まあ、したいことは何なのかというところの目線、そして、えー、自分のペースですね、週5日間通,うの通えるのみたいなところ、えーまあ、定時制という考え方もありますし、えー、通信制という。 もものもあります例えば週1回でいいですよっていうところか、年数回みたいなところもあったりしますね、はい、なので、このあたりの選択肢も非常に増えてきますので、まあ、無理せずにえ通えるところ、やりたいことができるところっていうのをまあ選んでいくのかなというふうに考えていますで学習塾もいろんな塾がありますけれども、やはり一番いいのは、行って楽しかったっていう塾が多分一番いいと思いますね。 で、あとは面倒見の魔力って書きましたけど、これさっきの話と一緒で、ずっと面倒を見てるとですね、やはり子ども成長しないので、いい塾っていうのは、ある程度これ自分でやったらいいよみたいなことを導いてくれる塾だと思います。でね、やっぱり学習塾って基本的に当然、 学校に入れるのが学習塾の仕事なんで、これ一番大事なんですけど、もっと大事なのは、勉強楽しいよねってことをやっぱり植えつけるというか、それ分かってもらうことが一番大事ですから、やっぱり自分で自分を学びつける、作れるような場所が結構大事かなというふうに思います。で、あのこれはですね、強くお勧めしますが、ネット情報よりも百聞は一見にしかずなので、ともかく学校に行ってください。で、学校に行って、でもう一つすっごい重要なポイントがあるんですけれども、 学校説明会が終わった後なんですね。学校説明会が終わった後に、大体校内見学があります。で、校内見学に絶対参加してください。で、校内見学で参加するときに、大体5人とか10人のグループになりますから、そのときと先生とすごい話ができます。そうすると、その学校の人となり、さっきあの感想のところでもいい先生ということがありましたけど、先生の人となりがすっごい見えるので、やはり僕は、 学校説明会に行って終わった後フェイス2フェイスでやはり先生といろいろ話してぐる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 回ってくれると結構いい。<music>